もお姉さん、おはようございます。食べるテコダの魔法見せつけてが役リュウです。さあ本日なんですが、以前ね行いました R 縛り大会より名シーン集、こちらをねお届けして回りたいと思います。このような大会はですね、あの私の、メンバーシップ竜の幹部会、に参加していただくと参加できますので、よかったら、そちらもチェックしていただければと思います。それではいきましょう。頑張っていただきたい。さあ環境には頑張っていただきたいところではあるが、課金して負けはダメでしょう。確かに。アーセルさんお疲れ様。ちょっと待ってやばいこと起きてる。ちょっと待って、やばいこと起きてるよ。やばいこと起きてる。ちょっと見てくれ。おい見て、見ろ、なんだこれ。ゲートが強すぎ。脳みそ筋肉すぎんだろ。脳筋すぎんだろ俺。脳みそ筋肉でできてるよねこれね、完全にね。スピード上手いし、なんか赤目のダイス。筋肉すぎるだろこいつ。筋肉マンじゃんこれ。出ました、脳内筋肉マン。これやばいわ。これやばいこと起きてる。今マジでやばいこと起きてる。これ圧倒的。ホーリーライワリア。なるほど、このターンでのキルは取れない。4450竜殺しの剣とか。ちょやめろって、笑わせんのやめろって。ソイオンスター、ドラゴン族モンスターと戦闘があったダメージ計算後、ソイオンスターと戦闘があったそのモンスターはそのバトルフェッチ終了時に破壊される。くさダブルヨーヨーを召喚し、効果によって赤目のダイスを特殊召喚し、赤目のダイスの効果によってダブルヨーヨーを6にしていく。さあレベル、やべえやつ来た。やべえやつって、これ R なんだっけ。そっか、これ R か。確かにこれ R だ、これ R だわ。さあこういった特殊召喚されている攻撃表示の、相手のモンスターを1剣に飛ばすことができる。自分のスタンバイだな。さあこれでゲートガーディアンどっか行った。ゲートガーディアン死亡、まあ、死亡してはないけど一応帰ってくるが、永久に再フレームロードオメガで、オメガじゃねえや、ゼータで吹き飛ばされていく。さあ盗んだかぶり。これ MVP だろ、このデュエル MVP だろ。さあ自分のメインページ再フレームロード、ゼータはフリーチェーンでね飛ぶことができますんでね、いつでも飛ぶことができる。さああとはこれがひたすら飛ばされていくっていうゲーム。再フレームロードゼータと一緒に飛ばされていくっていうゲーム。ゲートガーディアンが永久に。終わった、ゲームエンド。あそっちなの。くさライフ500になってんのかな。ライフ500じゃねえ。ライフ500じゃねえや。なるほど、ライフ500ではねえ戦いだこれ。天才ですね、間違いないです。そしてさすがにライフ500にはしてもらった。正社員先生山発動、山って R なんだね。多分これ以上盛り上がらんで。やめろ、盛り上げろよ。ちょっと俺も頑張るから。さあカードを1枚セットしていく。さあカード1枚セット。いやもうガーディアン出た時点でもうなんかクソおもろいもんね。 BF とかあんの、
あ、マジで BF って R いんの？ドラゴンヌート来た。こいつ強いじゃん。対象に取られるとなんかあれだよね。テオダはデッキ墓地からドラゴン族の通常モンスター一体を高出力にしてゼロにして特殊化する。メテオストライク特殊化。さあ神の摂理発動。さあ神の摂理の効果によってドラゴンヌートが破壊されてしまう。ただし一応攻守ゼロ、無効にされたから、特殊化できない。なるほど、ドラゴンヌートね。手札めっちゃ多いけど事故ってんのかな。さあスピードリバース。さあ墓地からスピードロイドモンスターを特殊召喚できる。さあスピードロイドモンスター一体を特殊召喚し、ダブルヨーヨーを特殊召喚。さあそして、スピードロイド赤丸ダイスを召喚し、召喚に成功した場合に他のスピードロイドモンスターのレベルを変更できる。1から6に。さあここで出てくるのはスピードロイドサイフレームロードゼータ。さあ来ました、最強モンスター。特殊召喚した攻撃表示のモンスターをフリーチェーンで吹き飛ばすという効果を持っています。お互いに。いたな、そんなやつ。そんなやつおったわ。さあ、アセートドラゴン、リリースなしで召喚できるレベル5のモンスター、こいつをリリースして聖国モンスターとか出していくっていうデッキなんでしょうか。さあダウンビート。さあリリースすることによってレベル4のモンスターを、レベル4光属性ドラゴン族のモンスターをデッキが特殊召喚。さあヌード特殊召喚されて、さあアセートドラゴンがリリースされた場合の効果を発動。聖国モンスターなんで、自分の手札デッキ墓地からドラゴンズの通常モンスター一体を特殊召喚していく。龍角の受領者、やべえモンスター来た。 12？ これもしかして、あ、これ攻撃表示で出したことによって、さあヌート、対象に取られたことによって効果を発動。対象に取られるとまた手札デッキ墓地からドラゴンズの通常モンスターを特殊召喚できる。これ12ってなんかいいのか。鬼丸か。鬼丸っていくつだレベル。うわやばい。あ、いや大丈夫か。あ、俺アルティミドルビシバルキン出せるぞ。これアルティミドルビシバルキン出せる。本当に出てきた。マジで出てきた。マジで出てきた。マジで出てきた。やばいこと起きてる。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいこと起きてる。俺ギャグで言ったんだって今。マジで出てきた。やばい、レベル8のモンスターが2体切るぞユーマつって。ちょっとやばいこと起きない。これアルティミトルビシバールキンさんは効果によって、相手もしくは自分のメインフェーズに、あの空いてる場所にトークンをお互いに生み出すっていう最強の方が持ってるんですけど、ちなみにあの打点はモンスターの数かける1000アップします。さあカード、召喚していく。 WA の召喚にチェーンしてアルティミトルビシバールキンの効果と、アルティミトルビシバールキンによってトークンが生み出されていく。一応ただサイフレームロードゼータ帰ってきたから、これ飛ばすことはできますね、アルティミトルビシバルキンを。さあこれは圧倒的。じゃ本当にこれギャグで言ったの俺、出せんじゃんって思った。本当に出てくると思わんやん、アルティミトルビシバルキン。これ R なんだ俺、知らねえわレアリティとか。こいつ R なんやな、これ強えじゃん。でも多分これサイフレームロードゼータと、アルティミトルビシバルキンでそれやってもあんな意味ねえんじゃないかな。それ一応これだってトークンお互いにリリースだけでしょ。そうだね。でサイフレームで、お互い飛ばして、アルティミトルビシバルキンだけ飛ばしてこれ天才と言っていい。これはあ、そっか、殴ってからあれか、使えるもんな。さあ竜の転生発動。竜の転生の効果によって自分のフィールドのドラゴン族モンスター一体を対象にして、そのモンスターを除外することによって手札を持ちからドラゴン族モンスター一体を選んで特殊召喚する。強っ、トライホーン出てくるやん。これトライホーン出てくるやん。これだって特にないんでしょ。あ、そっちなんだ。あ、そうかそうかそうか、今はあれか、あのヌートの効果が、ヌートの効果対象に取られると墓地からモンスター特殊召喚できるんで、これでこいつを殴って、でサイクレームロードはこれ飛ぶしかないんだもんね。これどっかのタイミングで多分飛ぶしかなくて、そうだよね、飛ぶしかなくて、そうするとトライホーンが生きるんだよ。トライホーンが生きるの。3050、聖眼を超えている、天才すぎる。あ、セットドラゴン召喚。天才デッキだな。やばいこと起きてる今。これは今リリースして、シーユードラゴン2400。シーユーは特殊召喚に、あ、じゃあアセトか、アセトは特殊召喚に成功すると、またリリースされて、リリースされてドラゴン族特殊召喚していく。なんかあれだって、シーユーってなんかあれだよね、リリースされるとなんか破壊するよね。リリースすると相手のフィールド上の魔法トラップを破壊する。なるほど。さあどんだけ出るの、
アルティミトルビシバルキン出すぎだろ。なんだなんだこのデッキ。ちょっと待って、天才すぎて草。痛み分け。さあ痛み分け。でもこれ打点下がるぞ。それアルティミトルビシバルキンの打点が下がるが、これメテゴストライクあんのかな。メテゴストライクあんのかな。これね、攻撃できないんだよね。さあこれで2200の誰叩く通っていくのか。さあホーリーライフバリアで耐えていく。さあまだまだまだ決めないですよと。まだ勝負決めないですよと。さあただしスタンバイで絶望のサイフレームロード戻ってきてからのアルティミトルビシバルキン2体とかいうちょっと待って、これやばい。これこんなシーン見たことないよ俺。どういう展開、やばいこと起きてる。あ、もう一回出すんかなこれ。これもう一回出すんか。なるほど。あ、これサイフレーム2回ってこと。これ処理できるぞ。一応処理できる。アルティミトルビシバルキンをデストロイサムライ、デストロイサムライ。このカードは攻撃する場合モンスターの効果を無効にすることができてしまう。なんという展開。神ゲーだ。